いったくんのとこがドヨーンってなってるわ。ほ、なんか、え、パソコン壊れたんじゃないの？めっちゃ伸び伸びしとったけど最後。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回は何もなしやね。で、さっきさ、ちょっと始まる前にハートマーク2つあるやん。まあ、でもこっちは一軒家やけんね、子供確定。はい、じゃあてっちゃんとムカタンお呼び出しします。子供2人できるんか。ちょっとだけそっとしておいてください。いや、まあ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 、私とてっちゃんの間に子供がいたらと想像したりします。いいと思います。ですよね。てかめちゃくちゃいっぱいおるよね、てっちゃんとムカタンとこ。旅立って行っとる子もいっぱいおるけど。これにこれもあげます。うんうん、なんでしょう。実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。ヨシハルに似ている人もテレビで見ました。それは一体誰だったんだい。ヨシハルくんではない。クレープ、どうぞ。いただきます。ほいほい、出すか。あんまり美味しくなかった、マジで。私さ、あのクレープのさ、サラダ系のクレープあるやん、あれ食べたことないけんめっちゃ気になるんやけど。でもやっぱりわざわざクレープ屋さんに行ってさ、サラダ系頼まんのよな。なんかね、シンプルに甘いの行くよね。でもって大体チョコバナナなんよね、なんか定番って感じ。冒険しない。切ない。ここは、あ、そっかそっか、かなさんとソタンさん。僕とカナの間に子供がいたらと想像したりします。うんうん、いいと思います。いいね。これにこれもあげます。なんでしょう。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。僕ミオのことも心から信頼してます。いいね、親友。親友って大事。はい、おにぎりどうぞ。いただきます。めっちゃゆっくり食べ方。すごく美味しかった。よかったよかった。レベルアップってことで、カットソー、めちゃくちゃシンプル。はい、どうぞ。特、カットソーをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、お宝のお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。なんかすべての動作がめちゃくちゃゆっくり。実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。でもなんか取り出す仕草はめちゃくちゃ急いどる風なんやけどな。渡す段階になったらなんかめっちゃゆっくりになる。なぜ。はい、それじゃあマンション見てこう。マンション側にハートはいないっすか。くっ、いねえ。新たな恋とか発生してくれてもいいのよ。はい、それじゃあ、ゆうとさん、入ります。ごめんね、なんか、ゴロゴロしてるところ。なんかな。どうしたどうした？風邪もひきました。ほう。風邪薬を飲んで、そりゃあね、うん、ゴロゴロしとくべきよ。はい、どうぞ。別に風邪ひいてなくてもゴロゴロしとっていいんやけどね。どうすか？治った？有効成分が風邪の諸症状に効きました。まあ、そんな一瞬で治ったら苦労せんねえけどね。お、レベルアップ。それじゃあ、子熊の T シャツ。どうぞ。服、子熊の T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。僕からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。自分だけが笑っていない時ってよくあります。
私学生の頃とかさ、自分だけが笑いよるみたいなのも結構あったんよね。あのなんか全体の話の時とか、おーハートが出てきた。いったくん、自分だけが笑いよるっていうよりも、こうなんかみんなで笑いよってんけど、うん、なんか自分だけがツボって引きずっとる感じいつまで笑いよんねんみたいなのが多かった。はずいよねあれ。いやでもツボったらしょうがないんすよ。おう、どっちに告白すればいいでしょうか。え、どっちも結婚してるよねってことで、まあどっちでも結果は同じなんで当たっていただきましょう。わかめちゃんって感じで。どんな感じで告白したらいいですか。必死に必死に。あれ、いったくんって相手おらんかったんやっけ。なんか結婚しとったような気がしたけど、気のせいか。喫茶店で。その前に着替えた方がいいですかね。このまんまでもいい気がするけど、帽子だけ外してく？え？いや、このまんまでいいや。うん、このままでいこう。では、勇気を出して告白してきます。うんうん。周りに人もいるな。チョコレートパフェをもぐから付き合ってください。チョコレートパフェでは釣られないよ。いや美味しいけども、ごめんなさい美味しいけども、そこに釣られて付き合う人って嫌やろ逆に残念な結果に終わりました。振られちゃいました。あ、リベンジとかはしない感じね。まあ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 、そのうち立ち直れるよ、大丈夫めっちゃドヨーンってなっとる。はい、それじゃあめいちゃん入ります。いやもうなんか一足も二足も先の真冬って感じの部屋。ありがとうとっくりさん、来てくれたんですね。来たよ来たよ。ゆうかに友達になってほしいと言われたのですが。あ、でもそろそろさ、コンビニで中華まんの販売が始まるんよね。早くない ?8 月なんですけど、まだいいんじゃない。ではちょっと話もしてきます。いやまあ20 24時間じゃねえわ。あの一年中販売しよるとこもあるんやけどさでもなんか一応ね、撤去して入ってきてってする店舗やけん、うちもうかって思う。いや、いつ食べても美味しいんやけどさ、中華まん。うんうん。いや、アイスとかもそうやけど、ん？アイス？ああ、そうそう。え？アイス？違うか分からなかったので、今日は友達になりませんでした。一年中美味しいよね。え？気が合うか分からなかった？マジで？まあ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 、でもちょっと話しただけじゃ分からんか。しょうがない。頭が働きません。睡眠は大事よ。はい、カツ丼どうぞ。いただきます。めちゃくちゃ眠い時ってさ、もうなんか何も考えれんもんね。眠いっていうことしか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。めっちゃお腹いっぱいになったね。はい、それじゃあ、いったくんとこがドヨーンってなってるわ。ほう。なんか、え？パソコン壊れたんじゃないの？めっちゃ伸び伸びしとったけど、最後。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。じゃん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 。今日は27,100円集まりました。ありがとう。はい、そうして、メニュース見てこう。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。世界的に有名な映画監督のモカタンさんの新作がアユラ島を舞台にしたドキュメンタリー映画。モカタン世界的に有名な監督やったんや。監督のモカタンさんのコメントで美しさで有名なアユラ島のことは昔から気になっていた。うんうん。島の人たちの自然な生活風景を映画の中で。これ自然な生活風景かな。撮影はすでに始まっていますが、監督
説によると、島の人たちは羽田なんか真ん中二人手つないでない。手も振ったりするので全く撮影にならない。ですよね、自然の風景じゃないよね。マジの身に聞きました。めちゃくちゃわざとらしい感じだったけど。楽しくなってきました。ときめきました。ときめきました。はい、小木のニュース小林がお伝えしました。ありがとう。そしてそう、よるいちよしよし、福袋めっちゃ怪しい店員さんやん。いらっしゃい、買っていきます。毎度あり。福袋5,000円、高いよね。この中身が全くわからんけんさ。はい、一つ目の中身は帽子、熊の髪飾りが入っていました。そして二つ目の中身、食べ物、ニンニクが入っていました。めっちゃいいやつなんやろうね、高いけど。はい、三つ目の中身は服、エアロビの服が入っていました。え、ニューやん、また来てね、今さらニューやん。え、エアロビの服自体がってこと？分からんけど、見たことはないような気がしなくもない。どっちやねんって感じやけど。はい、それじゃあ、お、クイーン入ります。ごめんね、なんかゲームしてた。藤田氏に興味なくなったんですか？いや、そんなことはないんだよ。明日に友達を紹介したいのですが、こっちも紹介するのは新たな交友関係、いいんじゃないでしょうか。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか？趣味の話。わかりました。いやでもな、あれよね、趣味ってやっぱその人が好きなことやけんさ、あんまこうお互いにさ、同じものが好きでも意見は違うみたいなことあるやん。そういうのって逆になんかうまくいかん気がするんよね。どっちも譲らなそうやし、あ、楽しそう。これはいいお友達になれますね。びっくりした、なれんのかと思った。あんだけ盛り上がっといてなれんのかと思ったよ。うまくいきました。ありがとうございます。友達になってくれました。お、よかったよかった。レベルアップ。よし、それじゃあお嬢様ワンピどうぞ。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、お返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。この服にはその帽子ちょっと似合わないかもしれない。実用品、毛染めスプレーをもらいました。さあ、私もうそろそろちょっと髪の毛染め直したいんよね。優しい人に憧れるのですが、自分は慣れそうもありません。大丈夫、十分優しいから。クイーンは十分優しいから大丈夫。キッシュどうぞ。いただきます。うんうん、どうすか。お、マジで来た、超大好物来た。まさかの うまーい、来たよ、うまい。よかったよかった。キッシュ、未だに見たことも食べたこともないんだけど、超大好物だった。あ、そう、帽子外そうと思ったよね。あ、ごめん、またゲームに戻っとったのに。何回来るねんって思うよね。こんにちは。ごめんごめん。とりあえずその帽子をちょっと外そう。外せてなかった。帽子外そう。よし、これで。あ、てかさ、あれじゃない、他に似合うやつが。いや、このままでいっか。リボン系があるかなとちょっと思ったんやけど、なかった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。最近ちょっとまたなんか雨が増えてきたんかな。こっちの方はまだ大丈夫なんやけど、関東圏の方ちょっとね、大変そうよね。みんな気をつけて。